将軍って ADHD ですか？いや、わかんない。わかんないけど、まあ、多動力かっこ惚れ高みって感じで、多動の気はあるね。なんか、動いちゃう。バタバタする。ジタバタする。小学校の時からなんか落ち着きがないとか割と通信簿でかかりがちだったし、まあまあまあ、多動力かっこ惚れ高みだな。言われた将軍 ISTP すぎるなんて言われてもな、知らんけど女性のさ、ブルベイエベロンソとかくだらなすぎんなって思うよな。あれマジでくだらなすぎて笑っちゃうわ。ツイッターに流れてくるたびに、どっちでもいいだろって。今はっきりさせたんだけどさ、ブルベイエベってそのなんか読み方ない？ブルベどっち？後者どっちだったっけ俺そう鳥頭だからさ記憶、いやーちょっと、まさしか田中どっち、まさしか田中かどっち、それでちょっと教えてほしい。俺まさし田中で、ね、なんで割れてんだよそこで。さっきの校舎は全員揃ったのにさ、なんで田中正史論争は割れちゃうんだよ頑張れよ同じ言い方で言ってんじゃん、まさし田中って分かりやすい、分かりにくかったかな。モデルブルベってこと？スケベだったらスケベだろそれマサシだぞ、それそれスケベとマサシ同じあれな仕組みだったらあるスケベマサシだ今んとこスケベはマサシだよ本当に語弊あるけど、ああもうめちゃくちゃだよ、かぶんねコメント。ちょっと一番近いの言って、逆にお前らがタケラ、タケラでかぶったもんな。ハマチ、あれハマチとタケラ一緒か、クラゲも一緒だわ。ああタケラさんの感じでタケラブルベでいくか。マクドはマクドじゃないの、マジで父毛って言われてもな、お前の中ですげえ思いつけないかもしれないけどさ、まあ黙っとけよ。鍵かっこつけるほどじゃない、ほどではないよ。産毛も一緒だからな、別に父毛じゃなくてもいいんだよ。大体結構な毛が判定に引っかかってんだよな。家部、武田さん、あどっちも武田そうなんだ。家部宅、オフだな。誰だよ。結局何を話したの、イントネーションの話に持ってくれた。いや俺もなんか覚えてないんだよ、鳥頭だから全て忘れる、全てお話しして全て忘れていくんだよ俺は。武田モチベちょっと面白いな、小笑いが生まれた。武田さんに救われた。いやまあ大体できるだろう、他でも。武田さんいなかったら俺未だに正しい発音を分かってなかったとは思わねえよ。他のものにいくらでも大体聞くだろ。竹浦いつもありがとうか。これは分かった。俺も感謝しとこう。竹浦ってやつに感謝だ。知らねえのかよお前は。古豪組なイメージあんまない。それ結構あなただけじゃないですか。なんかその反論とかじゃなくて、俺古豪組のイメージないっていうのなんか分かる人います？がっつり古豪組じゃない？なんかよく分かんないけど。いやまあもちろんわかるよ、プレイヤーとして評価してない。いやもちろんなんかねえ、大型でトップ8とかさ、まあ、なかなか入れなかったし、まあ、大型の定義してたけど、まあ、入れなかったし、そのやっぱ上積みっていうかさ、上の方を見てる人からしたら全然ここに入ってこねえじゃんっていう視点で見てる人からすれば、まあ将軍って雑魚だよな、大したことないよなっていう意見というか見方は、まあ、俺自身が自分でそう思ってたから、当時選手だった時にね。だから
まあ、誰が最強なんだっていうさ、上の方を見てる人からすれば、まあ、あとちょっと悪意を持った感じの見方をしてる人からすれば、そういう意見があるのは全然なんかあんま反論しないっていうか、誇れお前は強い、別になんかみんなに褒めてほしいとかじゃなくて、なんか正直な自己評価を言ってるね。まあでもね、まあ、みんなはそんなに俺のこと強かったって思ってなくてもいいよ。なんか思われるべきじゃないなって思ってるし、正直。まあ、みんなはやっぱさ、そのアコーラさんとかさ、ミーヤーさんとかザクレイとか、かそういう人見て、なんかもうこの周辺の人だけが強いぐらいの感覚でいいよ。ライト層っていうか見てるだけだったら。そこに届かないやつはまあなんか全員中堅だなみたいなさ、中堅だなみたいな、かっこわらみたいなさ、それぐらいでいいっすよ。そういう風に、まあみんなそういう感じだろうなっていう期待感しかないから俺正直まあそうね、日本で言ったらまあ結局トップ50周辺だよね、多分ね、最後の方とかは。まあ俺はまあこんだけレベルが上がってる中で、まあその辺キープし続けられたんだったら、まあやっぱりなんか全然自己評価が低かったからさ、当時は全然ダメだなみたいな思ってたから、まあまあでもそんぐらいやったらまあまあよく頑張った方なのかなみたいなね、話はあるよね。学校なら2組所属、すっげえ弱そうだな言い方が弱そうなんだよなんかまあでもあのドキュメンタリー上げて多分あったコメントで、将軍さんとかライさん強かったんだなみたいな、でなんか全盛期の活躍なんかもう一回見せてほしいなみたいな、あ今日某フードコートで声かけさせて、そうそうそうね、いや大谷の感じがイメージ通りでよかったです、応援してあざす今日溝の口だな、丸いのフードコート、そう溝の口丸いのフードコートね、いやちなみにすれ違う瞬間分かったっすよ、なんかすれ違う瞬間のふわーってこう見られてる感じで分かるんで、あ多分この人俺のこと知ってるかもって思ったんで、まあいいや、マジか俺もフードコートで、ね、いや違うフードコートだろ絶対フードコートは世の中にいっぱいあるからさ、全部にいたわけじゃないんだよ俺フードコートに、これ俺の前世紀の話でいいやんか、フードコートの話になったんだからみんなで、ね、なんかなんそフードコートとかフードコートがさあの声かけられた、そっちの話になったんだけど前世紀の自分語りちょっと していいっすか、まあ、自語りの好きを与えって言っても俺の配信だから自語りでさせてくれって話なんだけど、好きがないな全く、まあ、前世紀っていつなんだろうって考えたんだけど、まあ、俺は普通に2023年の、まあ、4月5月とかが、まあ、一番強いと思ってたんだけど、まあ、よくよく考えると2012年の7月とか、まあ、X で、まあ、関東のまあ、100人ぐらい参加する一番でかい大会で準優勝した時とかが一番強かったかなみたいな、当時21歳とかだったと思うし、もうなんか全部スマブラに打ち込んでたから、時間を、当時あのニート期間だったから、あの受験勉強する前でニート期間だったから、まあ、その時なんか強かったかなとか思いながらいろんな自分の過去の動画を漁ったんだけど、まあ、やっぱりでその中で2023年で俺の中でのベストバートだと思ってる動画が直接はされないんだけどアーカイブに残ってるデルタ、4月ぐらいのデルタで梅木さんとやって、まあ、フルセットで勝ったやつがあるんだけど、あの試合をフルでっていうか最後の2試合ぐらいフルで見て、いややっぱりこの時が一番強かったなと思ったよね正直。あの辺がやっぱ一番強かったかな、まあ、やり慣れてる相手だったっていうのもあるけどね自分のまあ相対的な強さは過去の方があると思うけど、自分自身の強さはずっと上がったと思うんだよなっていうのをいろいろ動画振り返ってちょっと思ったっていうね、まあ、だから何が言いたいかっていうと、まあ、最後が自分の全盛期だったと思うし、まあ、最後結果が出なかったんだったらまあもうねって感じ。俺2023の5月に辞めるときに一番思ってたのが、今後後悔したら嫌だなって思ったんですよ。なんかうわ ああいう練習言っときゃよかったとか、ああいう動きもっとできたじゃんとか、あれ試せばもっとなんか変わったかもなみたいな、っていうのを後から思いついて後悔することになったらなんかすごい嫌だなって思ったんだけど、
まあでもね、思わなかったな、結局1年経って。もうなんかね、精一杯やったとしか思えなかったし、あれが限界だと思うし、まあ勝てないっすよ、やっぱり今、こんだけレベル高いとこ戻っても。だから、まあ何が言いたいかというと、まあ、前世紀みたいなコメントあったけど、まあ競技レベルが上がったから、うん、時代が違うんだろうなと思うよね。すげえ、お父さんが分かったこの V で聞いてるけど、なんか嫌だな。なんか、嫌だわ。おじさん感がある。そう。いや、L の話もあった。そう、Twitter、ちょいバズりしてたけどさ。いや、俺だから、あれね、元から、アンドモアの動画で、みんなが座ってる場所に、ちょっとこう、まあ、靴のままでなんか下品とかやって大変完成してるんですけど、まあこう L 座りみたいなさしてるだけなんだけど、なんかやっぱ俺の日常アカウントが L のアイコンだっていうのもあることから、 L に憧れてるとか L 座りだみたいなさ言われるたびに、いやそのこじつけじゃねえかよっていう、そう、別にこの座り方別に L 以外ってするし、 L 座りじゃないだろうって思ってる。でかつすぐそうやって日常アカウントのアイコンがデスノートと L であることと L 座りとかすぐこうさ連想できるのも結びつけて L に憧れてるとかさ、そう L の真似してるとかって言ってくるやつこそ、お前こそが L を崇拝の対象で見てんじゃないかって。俺素ノーマンパーと同じような発言とか行動してるかもしんないじゃんっていうさ。でその時にお前は素ノーマンパーに俺憧れてるって思うのかって、ヘビー理論あるじゃんって思ってる。で普段そういう風に思ってるから、そういった L の真似してるとか L に憧れてるみたいなさ、そういうのもちょっと小バカにしてんのよ。何言ってんだよこいつ、すぐこいつつけやがってって思ってるから。思ってるから、あの最近の動画のスマホ L 持ち、携帯 L 持ちして腐って言われた時もね、そのコメント見た時、時間指定で L、ここ携帯 L 持ちして腐って見たときに、またそうやってさ、こじつけ始まったかっていう、お前らが L 好きなだけだろって思いながらその時間押したらさ、思いっきりこうやってさ、L 持ちして、やばいやばいやばいって、これは L すぎるって、言い逃れできないって思ってさ、やばい、反論できないって、カメラ止めてってさ、そう、完全に、そう完全に L だった。あれマジでびっくりした。そうこうやって持っててさ、やばいやばいって思ったよね。いやだからこれなんか言い訳しないとこうもう収拾つかないと思ってさ、ツイートネタにもしたけど、あれは焦ったよ、本当に焦った。いやマジでもうこれは言い逃れできないなと思って、たまらずね。逆に聞きたいんだけど、マウリッシュは目の前に L の座り方で L のスマホの持ち方で、いやだ、いやそれです3つ同時に来たらそうかもしれない、確かに思うよ俺も、それは嘘つかないよ。だって L 座りしてさ、やろっか、 L 座りしてさスマホこうやって持って L 座りしてさ、ここに L のアイコン映ってるでしょ、それは L 好きなんだなって思うよ。俺3つ同時じゃないじゃん俺は。で角砂糖もこうやってポンって入れてさ、さすがにそれ全部あったらそれは L 好きなんだなって思うよ俺も。俺はさ、その角砂糖タワーを積んでさ推理してみたら、矢上さん、息子さんをチェックしといてくださいってやったらさ、それは L でしょ、さすがに。だけど、そう全部載せあんだよ。